はい、おはようございます。4月24日6時24分の相場解説になりますね。今日も1時間だけを見ていこうかと思います。これが現在のチャートなんですけども、こう大きな動きがありました。皆さん意識されてますかね。深夜のことですけども、ここ見てください。これ1時間足なんですけども、1時間のうちにこれだけ大きなねボラティリティを持ったところがあります。すごく大きいですよね。これはね、どういうふうに捉えていくかというと、次の図を見ていただきたいんですが、こちらですね、クローズアップしたところです。もう一回いきますよ。どこをクローズアップしたかと言いますと、ここです。ここだけを切り取って見ていこうとしているのがこの図ですね。レンジ幅なんですよ、これっていうのは。レンジがこういうふうにあって、こことここね、で、綺麗にこことここで片付いてるんですよね。それがこの図です。補助線を引いたのがこれね、2020年、昨日の昨日のね、22時52分です。まあ、こういうふうに上と下のレンジを引いて丸で書いてるところがね、このきっかけになってるところですね。こことここで結んで横に線を引っ張るとここで収まるよというところで、ヒゲは出して収まってますよね。ですから3つ目の丸が引けるわけなんですよ。で、下の方なんですけども、こことここを結んで線を引きますよね。そうするとここで収まっているということでね、レンジ幅が取れるんですよ。これを見てね、どうするかってことなんですけども、別にどうもしないです。こういうふうな目安を引けるかどうかってことが、まあ今回精一杯でしたね。今週は大きな動きがあるかなと思ったんですけども、まあ1時間の間にこの大きなね陽線が出るのはすごく大きなことだと思うんですよ。ただこれ予測してエントリーするの不可能なんで、いきなりこれ出ましたからね。ですんで、ほら、これ大きなボラティリがあったでしょっていうことじゃないんですよ。この現象を捉えてね、全体像を把握するっていうことが、まあ今回は精一杯でしたね。なんかもっと私が思ったのはね、例えばこれがこういうふうにチャートをね伸ばしていって、どっかで取れるかなと思ったんですけども、それも現れずに、まあ、今週を閉じるのかなというところですね。といって、一回も今週はエントリーできませんでした。全然ダメでしたね。週が始まった時は大きな動きがあるかなと思ったんですけども、思ったような動きにはならず、昨夜22時52分に作られた、この陽線ね、この大きなの。この陽線も、これは捉えるにあたわずですよね。まあ15分足でエントリーしたら多少取れたのかもしれませんけども、ちょっと1時間で見てたらね、これは取れないです。呆然として今全体の現象を把握してるにすぎませんね。さあ、それではね、ちょっとリアルタイムチャートを見てみましょうか。この中でデイリーなんですけども、ほら、言った通りにボラティリティどんどんちっちゃくなってますよね。上下幅がもうちょっと補助線引きませんけども、上下に触れているのが今本当にちっちゃい、上下にヒゲを出してはいるんですけども、本当にちっちゃい流れになってきて横ばいということが実現しました。先週からね、これ横ばいに入るよっていうふうに申し上げたんですけど、横ばいになりましたね。あら、消えちゃった。言うことは何かっていうとね、横ばいの後ボラティリティがちっちゃくなった後は必ずブレーキが来るんで、ブレークをちょっと狙っていきたいなと思うんですよ。で、ブレークを狙おうと思ったら、ここでね収まってるうちはまだで、もうちょっと下ですか、これここら辺ですね。ここで、ね、収まってるうちはまだまだなんですよね。じゃあどうするやって話ですけども、どうしようもありません。今週は全く私手も足も出ませんでした。それが言いたくって今回の相場解説になります。いつも分かってるわけじゃないんですよ。分かってない時はエントリー結局できないでしょ。エントリーできませんでしたってのが今週の私の結果なんで、100日移動平均線とかね、それからアリゲーターの3本の移動平均線も全然今回はヒントになりませんでしたし、フォーメーションもはっきりと見えなかったんで、なんとも言えないですね。まだまだです。はい、今週はとっても難しい1週間だったんで、損失がゼロだったっていうことだけでも、まあ良かったかなと思ってます。多分今週エントリーした方って損失出してるんじゃないですかね。どうですかね。これで儲けられたら本当すごいですね。少なくとも私よりもすごい人です。はい、本当に失礼しました。それではまた来週に期待しましょう。今週はもうダメですわ。今週は、はい、1円も儲かりませんでした。その代わり1円も損しませんでした。ありがとうございました。